もう残すところあと5試合。さあ第12試合、両雄出揃いました。青龍の方角、ブラジリアン柔術セルジオシルバー、対しまして白虎の方角、カナダのピットファイタージャックハンマー。ピットファイターか、賞金目当ての喧嘩やっちゅうところかの。過去ブラジリアン柔術の歴史において他流試合で遅れを取った記録はありません。カナダの喧嘩ファイターを相手取り、いかなる戦いを見せるのか。両者下がって。さあいよいよ試合開始だ。冗談じゃねえ。始め。こいつ。
決まった。何？動かない。半端じゃないぜ、あの喧嘩野郎。マジかよ。タックルが切られていく。カナダの喧嘩屋のたったの一撃で文字通り宙に舞う結果となったのです。なんてやつだ。いやこれほどとは。え、どうする気じゃ、裕次郎。ハンマー裕次郎だぞ。おい、なんだ、何する気だ。我慢しろという方が無理か。こんな戦い見せられちゃうな。あいつ、その体、勝つために明日を捨てるか。あんたは違うのかい。勝利を捨てても長生きはしたいか。面白い。誰に断って裕次郎に手出してんだよ。いつの間に。アキのやつ、なんちゅう無茶を。アキくん、てめえなんかにこの男と戦う権利があると思ってんのかよ。勝てぬと分かっていながら君は俺の前に立った。その勇気には敬意を表する。なんだと。このただ一言だけ言っておく。ハンマ裕次郎と戦う権利は君だけのものではないということだ。待てよ、おい！どけ！ガキのたわごとに踊らされちゃしゃあないわな。続きだ。
なんじゃ、うん、聞いてみなきゃわかんねえもんだな。そいつは権利が大ありだぜ。あいつ、クソ。バキ君、大丈夫？大丈夫ですか、バキ君？危ない。さ、これを使うといい。遠慮しないで。困ったな。そんな怖い顔しないでくださいよ、バキ君。天内優、あいつが連れてきた男。さあ、見せますか。グラップラーバキ。